スノーマン渡辺翔太、青島くんハイジワル、主演ドラマの影で動いていたグループのテレ朝戦略、スノーマンクイズ35。スノーマンのメンバーで俳優といえば、サイレント、フジテレビ系でブレイクしたメグロレンの名前が浮かぶが、最近は他のメンバーも続々とドラマに出演し、リアルドラマ反華している。今回はメンバーのドラマエピソードからクイズを作ってみた。 ファンなら全部わかるはず。答えは次のページで。門1渡辺翔太は、今期放送中の、青島くんは意地悪、テレビ朝日系、土曜夜11時で中村アとダブル主演。渡辺は、飲料メーカー、キャットビバレッジで働く、社内一のモテ男であるシステム部、青島瑞木を演じる。7月2日の制作発表で、 放送開始が七夕直前ということから、渡辺は短冊に、テレ朝に増すように、と願い事をしたためた。に入るのは何モンツー、安倍良平は、今季放送中の、ゴーホーム、警視庁身元不明人相談室、日本テレビ系、土曜夜9時に刑事、手島淳之助役で出演。主演の小芝風花とバディを組む大島優子は放送前に取材で、 番宣でクイズ番組に出演した際に気がつかずお菓子を食べてしまった自分を、安倍が助けてくれたと明かした。に入るのは何モンスリー・メグロレンは、今期の月9ドラマ、海の始まり、フジテレビ系毎週夜9時で主演。8月2日放送のノンストップ同局系に VTR 出演した際、デビュー前にマイクを持ってみたいなど、 その時の夢を夢に書いていたとし、デビュー2年前の2018年に月九の主演をしてみたいと書いていたと明かした。に入るのは何門1の答えはテレ朝にはまりますように。同ドラマは恋愛不要主義の絶食系男子と恋愛から離脱した35歳目前の干の系女子の協定恋愛から始まるラブコメディ。渡辺は テレ朝の局員に、渡辺、面白いじゃん、とハマることから、それをグループに還元できる機会が増えればいいとし、次に同局のエムステ、に出られる機会があったら、スノーマン尺眺めに行っちゃおう、などと、ひいしてくれたら嬉しいと笑っていったそうだ。モンツーの答えは、アレルギー。大島は、お菓子の袋の裏面を見たら自身のアレルギーの食材が入っており、やばい。 と言ったら、安倍が収録中にもかかわらず、メイクさんからティッシュをいっぱいもらってきて、出してください、と言って助けてくれたと解雇。私のことを支えてくれてます。役柄通りなんです、と、安倍の優しさと行動力を絶賛した。モンスリーの答えは、目の音。夢を実現させていたことを、最近になって振り返ったメグロは、 この時こういう風に書いていたんだな、今自分ができているんだな、と思ったとし、毎回、月ツの撮影現場に行く時、これ普通じゃないな、と感じていると告白。そして、いつかっていうのは今も持ち続けたい、と語っていた。また、ラジオ番組、スノーマンの音のまんま文化放送、木曜夜9時に出演した際、ガツ Q 主演の話を聞いたのは、 サイレントの撮影時だったと明かしている。三人の他にも今期放送中でスノーマンは、向井孝二がマウンテンドクター、フジテレビ系月曜夜10時で、主人公たちが火曜焼き鳥屋の店主役で出演中。また、最近では、岩本光深沢達也、宮舘良太、佐久間大輔、ラウールもドラマや映画で活躍している。これまで、佐久間、向井、 深沢が自虐的に名乗ってきたバラエティ担当ドラマ班というユニットは近いうちに解散してしまうかもしれない。恋愛に不器用なところが渡辺本人のキャラに近いと好評な青島くんは意地悪。青島くんの恋の行方に注目したい。